ちょっと前髪直すな。みんなこんばんは。星投げてくれてありがとう。わっしょーい。こんばんは。変ね。タイペイ国際。顔近。ちょっと待ってな、みんな。ああこれは近いまみちゃんあれあれあれなんかセナのデコよし、あ、いける、はい、オッケー、はい、はい、みなさんこんばんは。あおられてる。携帯とかは？なんかさ、違うもん立てたらよくないの？もはや。なんかこうしたいな。こんばんは、みんなこんばんは、こんばんは、こんばんは。うるさ。立ててみて、このカバー外して。あ、このカバーこうやって。あ、いいよ。これいいよ。よし。これいいよ。これいいよ。皆さん、こんばんは。ゲッツ。今からの1時間は、私たち、メロンメロンが。おい。何センチやねん、身長。148センチ。マミです。セナです。ヨヨイです。一文字多い。ひなちゃんに怒られる。一文字多いな。身長いくつやねん。はい、やっほー、みんな、はい、ということで、今日この時間、今日って今日で終わりか、光ってるね、うん、今からの時間は、私たち三流のこの3人がお届けします。はい、あのね、ただあのダラダラするのも面白くないかなということで、ちょっとゲームをしながら1時間お送りできればなと思います。はい、が、ゲームが、そう、今日の配信ね、1時間ね、この1時間の間考えたのが、この1時間の間、まだやで、今はまだやけど、スタートって言ってからカタカナを使ってはいけません。だからドトールとかあかんってこと、ね、横文字あかん、ね、横文字ダメ、コーヒーもダメやし、うん、擬音語ありやんな、擬音語ありっていうのを、ちょっとね、やっていこうかなという。で、それでミスった人は、一番多かった人が最後罰ゲームします。なんかまだ考えてないけど、そう、メモしていきますね。あの、ご気楽に見てください。気軽に気楽に見ていただけるような配信にしたいなと。はーい、よーい、ドン。あかんで、これからなんかやる、あの、うん、娯楽的なやつ。しりとりとかする？しりとりはちょっと結構きつない？むずいか。うん、みんなはやらなくていいよ。もし何かあったら言ってください。横文字を、うん、しりとりに入れなかったらいいやんな、ね、だって日本語ばっかりのしりとり。そう、それでいきます。そうする？ハート10個来た。ありがとう。また後で順番くん読みましょうか。さあ、みんな仕事帰りかな。お疲れ様です。いきなりメンバー、いないメンバーを思いっきり褒めよう。あ、そうする？え、ミス、え、しりとりじゃないの？じゃあまずしりとりからする？いいよ。じゃあせなちゃんから。え、カタカナあかんで、ね、分かった。しりとりのしーから、うん、生物しりとりのりーからって言うんだ。しりとりのしーから、しーやね、しりしで。なんかタイマーとかつける？まだいいか。え、やめよ、あれ禁止やし。あ、それ横文字いいよ。しーやね。信号機ね、信号機って信号機き
つきなんか腹立つわ。うつつき、きつつき、ガツガツ、き、きんよ、きりたんぽ、おいしい、ぽぽぽってむずない、怖い、カタカナ出てきそうじゃない。え、でも絶対カタカナしかないやん。なんで？きりたんぽ、ぽ、めっちゃむずい、めっちゃむずいぽ。いや、え、だってだってさ、ぽ、うん、やで、ぽやで、ぽ、うん、めっちゃ意地悪やん、ぽって。え、ぽ、ね、お菓子の名前でもいい？一回言ってみ、ぽたぽた焼き。あ、それありちゃん、いいよいいよ、うん、オッケー。キーまだキー、まだキーやキーちょっときやろ、キーちょっとき、キーか、うん、金曜日、うん、ビ、いいやん、うん、え、あのキラキラしたさ、玉ころってさ、あれはカタカナなの？いや、微妙やな。なんな、何のことなんそれ。キラキラした、てかキラキラがあかんちゃう。だってそれはあれやろ、弱いからいいんか、いいんやろ。なかなか言わんね、みんな。ビー、美容液、美容液、うん、どれ聞いて日本語で。いってらっしゃい。なんかピカピカとかするのいいよな。うん、うん、キラキラとか。単語がダメってことで。九州。もういいじゃん。いいじゃん。うん、うま。マリ。おお、サクサクいくね。うん、リカ。カモメ。目玉。おお。祭り。理科室。つ、積み木。うん、おい、また木か。木、給湯室。給湯室ね。机。鉛筆。つ、うん、すごい、英語でコメントが、あ言っちゃった、カタカナ。あ、英語で、あ、言ったね、うん、言った、コメントって言っちゃった。はい、はい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 、だってはい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 、え、なんだったっけ、うちのやつ、しりとり、つだっけ、つだっけ、なんでつなんやっけ。キュート鉛筆やろ、鉛筆、机、鉛筆、つ、うん、つみれ、おお、いいね、練習、う、牛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 やったし、これ意外といけるな、うん、やっぱさ、この横文字なしってさ、普通に会話してるときにさ、うん、ふと言っちゃうやん。だってさ、あれはカタカナは関係ある時間がある、うん、これね、やめよ、今ね、やめよ、なし、これ終わり。さっきやった、やってる、あれする、あのメンバーを褒めようみたいなやつ、いいや、それにしよ。あ、うん、あ、言った。え、教習生やん、メンバーって言った、うん、オッケー。セナがいっ、てか全然気づかへんな、これな、あたしら、まず人が言ったことに気づかれへんわ。自分で気づく。はい、え、これアウトなの、どれ、え、それや、それや、それ言った今、うまい。今は外来語を使わないゲームをやっています。ベロの口内炎が痛い。な、何するんやっけ、あのみんなのことを褒める、褒める、みんなの、あの三名のいない人を褒める、ここにね、ここにいない人を褒める、二人だけ、うん、じゃあみすず、みすずちゃん、あやな、あやな、みすずちゃんの、うん、みすずちゃんは、うん、面白いです、いじりがいのある。え、どういうところ、例えば、例えば面白い、かわいい、例えばどういうとこが、天然っぽいとこ、意外と天然、そうやな、うん、分かるな、何やろ、みんなをまとめてるとこ、みすーちゃんが笑ってる顔が好き、つ、うん、られるよね、うん、なんかね、つられ笑い、幸せになれそうな感じがする、一緒にいると、
なんか七福神みたいなとこない？うん、あるあるいいよね。幸せを運んできそうな人物。みすずな、みすずちゃんの舞台あるよ。あ、そうやん、新しい2月のの決まってね、うん、そう、1月のと2月の1月のもう、あさって？え？いつって、じゃあ9ってやった？あさって、今日9やん、11？ あさってからやった、あさってから舞台だし、ほら、もう頑張ってね、頑張ってみすず、みんな行くでしょ？もうね、今日も稽古行ったよね、大変そうやけど、私たちも頑張る、頑張る、ぜひ行ってください。はい、見に行きましょうね。でもいっぱいなんやって席でしょ、うん、うん、楽しみやね、久しぶりやもんね、舞台ね、みすずも。そうね、1年とか1年ぶりとか。そうやな、おととしすごいやってた気がする。ああ、やってためっちゃ探り探り、危ない 今でも一瞬にかけた、危なかった。あ、ほんと、うん、ね、完売したよって。うん、らしいね、すごい。あさっては戦い三遊。あ、そうか、今年初だって。ビョーン、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 あの、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 いじりやすい、いじりがいい。最近すぐ人てかさ、最近さ、うん、めっちゃいじられるよね。ね、なんか、あやなっていじってる時が一番おもろい。いじられてる時が一番おもろい。あの、最初はさ、うん、なんか結構、あの、どういじって、てか、しっかりキャラやったの、キャラって言った。ない自己申告制なんか、人が気づかんのやばいな、なんか、なんか、なんていうの、なんか、しっかりしてるって思ってたからさ、なんか、わかるよ、いじ木下彩音ですみたいな感じ、いじり、いじるっていうのがあんまりなかったやん。ない、でもなんか、いじるとこではなかった、うん、対象じゃなかったよね、うん、そう言ったらセナもそうやんな。だって 一番最初にな、集まった人らさ、ここな、なんかそう、その綾菜含め4人がね、初期だったんですよ、うん、もうその時からのあれとは違うよね。違うね、全然違う、一番違うんちゃうぐらい違う。セナ、うん、そうやん、綾菜もか、うん、いや、十分前、いやいやいや、いや、すごいよ、最初超なんか怖かったよね、なんか怖かった。マミは別に怖くなかったで、え、なんかさ、なんかそうしてたからやろ、なんかすごいさ、うん、姉御感出してきてさ、かっこいい、出してきてさって、なんかさ、出してるけど、マジ、なんかあの、ご飯屋さんで、家族が行くご飯屋さんでさ、あの、うん、家族のレスト、あ、言った家族、頑張って家族を日本語にしたのに、家族が行くご飯屋さんでさ、うん、前の席に座ってたの、うちの。あ、そうなん、なんかそしたら、あ、ねえねえ、携帯貸してって言われて、うん、急にやで、怖いやん、うん、怖いやん、それで、あの、まあ、あの、登録、うん、あの、あれの、うん、ほら、メス、携帯メスって言った携帯番号とかの、うん、携帯番号あるでしょ、恋文送れ、恋文、恋文、文、文を、文を送れ、電子機器な、電子、文、文を送れ、電子機器版の文を送れ、手紙、送れる、あれを、住所、住所、住所みたいな携帯の住所を登録されて買ってる、うん、携帯の住所、そうそう、で、何の話してたの、いや、ちゃん怖かったっ、怖かったっていう話、え、そもそもやん、あやなちゃんの方寝るとこやん、の話やろ、これあやなの、おもろいな、あの人の、あやな、向かい風に頑張ってるからやーちゃん、やーちゃん、歌ってみて歌ってみて、最初からどんなダンスだっけ、向かい風に頑張る、違うな、入りきらへん、くまきだー、そうやん、ありがとう、まさきさん、まさきさん、ありがとう、ありがとう2回からんかったな、うん、そう、これ、これやいちゃんのやめて何見せてんねん
近髪伸ばしてるよな。ね。なんかいいと思う、あのぐらいの。私もいいと思う。でも、あの、おかっぱの、おかっぱ、おかっぱじゃないけど、おかっぱの写真見ると、うん、あ、いいなって思う。これも。じゃあ、若くない？あ、そう、なんか、おかっぱの方が若くない。ちょっと、わーっちゃう。おかっぱって、ほんまは、おかっぱっていい感じじゃないの、ほんま。ほんまは、あの、横文字で言いたいやつ。キノコが形のやつか？そうそうそう。あー、疲れるな、これ。おもろいわ。でも面白いやん。なんか昔の写真見てたらさ、うん、せなちゃんがさめっちゃ短い時あってさ、うん、嘘やん。それも好きやね。あったなんか昔の写真ないかな。2年前やろ多分。ごめん、いや2016年やな多分。もう口内炎痛すぎてやばいんやけど。見せるな口内炎を。それは痛すぎる。なんかしよう。昔の写真はないな。ないな、私も携帯は。うーん、あ、ベロいたわ。トモカが出てきた。あ、めっちゃいいやん、これ。あ、これ良くないこの写真。なになに、どれ。え、嫌や。え、なんですっごい若い、みんな。見て。若すぎ、みんな。めちゃくちゃおるな、ほんで。豊洲。何人おるん、それ。8人 ?8人 ?8 人いるじゃん。懐かしい。ゆゆちゃん帽子かぶってんで、ほら。な。どこ行ったん、その帽子。ははは。なんかないかな、ゲーム。あ、ヘランちゃん。ゲームあ、違う、自分で印つけ。なんかある？ん？なんかあるかな、ゲーム。あ、あ、みんな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 。ちょっとマミちゃん潰しに行こう。いいよ。いや、難しい、絶対。なんで？ナミでも意外とさ、そういうの言っちゃうタイプだからさ。はい。はい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 、言っちゃう立場の人。あ、そういうことか。今日のお洋服のあれはこれ、よき、よきところ、よきところ、よきところ、誰にカタカナの先輩なのこれ。あ、大先輩。名前やからいいんじゃない。大先輩にもらった。これベッキーさんにもらった服。これだけちょっとはぶかせて。それはカタカナってか名前よ。名前やからいい。名前は仕方ない。オンプシャープの。そう、もらった。あとこのなんか赤い、深い赤い色の。深い赤い色。マスカート。それはどんな形のスカートですか？細長い。はいはいはい。え、二人とも。前も言ってた。前も言ってたじゃあ。うん。マジ？うん、言ってた。どんな形の細長いやつ？ピタッピタッ。はい。え、ピタッは？ピタッは大丈夫。体にひっつく感じの。体にひっつく感じの。こういう。うん。そうそうそう。ちょっと待って。縦ライン。え、見えるんこれ？体の体に沿った形に沿った体の筋、これで結び目がつく。結び目な、うんうん、かわいい結び目の目が、編み編みの結び目がちょっと紐結んであるねんな、これ。そう、紐結んでんねん、これ。紐紐紐。せなちゃんは今日新しい服。あ、どっちが？こっちが。どっち？こっち。どっち？これやろ？上の服。上の服。上の服。新しい服。かわいい。これこれなん？これあれっていうやつやんな。なんやっけ？なんていうのそれ？え、マジで分からへん。なんやっけ？あの、あれじゃなくって。ちょっと待って、もうこういうやつじゃなくて、なんやっけ？これ。あー、それとはまた違うのか。なんやっけ？ねじり込み？そう、ねじり込み。ねじり込んだお洋服。ねじり込み。わかるね。そう、ねじり込み。ちょっとこれもピタッピタッ、うん、体の形に、体の筋に寄り添うような、そう、寄り添うようなタイプの細身のやつ。うん、細身のやつってめっちゃいいよ。コバさんはこういう、これここの鼻あるやん、刺繍。うん、後ろにもあるね。うん、かわいい。かわいいな。お気に入り。これズボンね、でも
え、なんで脱がさな、脱がされなくて。いや、今じゃやめて言葉足らずやって、それはこれ脱いでもいいか、いけそうですよ。あ、長いからね。え、ズボンってカタカナ？ズボンってどっちなん？わかんないじゃん。わかんないって。え、どっちなん？え、ズボンズボンっていいの？ズボンは取ってもらうと。ズボンは取ってもらうと。え、なんて言えばいいの？じゃあ、桃引き。やべえ、マジ。それはズック。なに？じゃあなんて言うの？なんやろ。えー、他になんか今日のポイン、ポインやって。ポイン、ポイン。自己申告が素晴らしい。桃引きやばいわ。桃引きしたげやって。ちょっと笑い方下品や。ちょっと待ってた。おじいちゃんとかのやつ、うん、あったかいよ、うんうんうん。あ、パッチやで。え、読んじゃった、読んじゃった。これどうしたらアホやね。これみんなが送ってくれた、まあ、そう、このフミを呼んでもやばいからな。フミもやばいわ。あ、セラがユウユだ。え、セラがユウユって何？ユウユって何？ユウね、ユーディ、ユーディ、ユーディね。ユーイってなの？え、ね、なんかしよう。くしゃみでしょ。なんかしよう。何する？なんかいいもんないですか？まあ夜ご飯か。みんな何食べるん？でもさっきはお昼食べた？うん、食べた。何食べた？鍋。え、そうなの？何鍋？肉団子。わあ、美味しいやん。鶏団子鍋。ちゃんと？うん、一人で。一人でお鍋食べれるの？あ、でも家で。家で作った。作ったっていうか、買ったやつ。ああ、なるほどね。ナミたちは麺。何の麺？あ、そっか。あの洋風な麺。洋風？洋風な麺。え、てかでも お店の名前言ったらわかんちゃん。ほんまや、ごえもん。そうやな。ずっと食べたい言ってたもんね。ごえもんに辛いやつかけて食べるね。どんな？ん？赤い辛いの。赤くて辛くてちょっと酸っぱいやつの。辛いのが混ざってるやつ。あれが辛いやつの味が一番好き。夕飯何にしたらいいと思う？やっぱり。何にする？じゃあ、おにぎり。いやいや、おにぎり、おにぎりでいいんじゃない？おにぎり3つぐらい食べたら多分お腹いっぱいになるよ。もっと真面目に答えてあげようや。分かった。誰が言ったん？マカジーさんかな。マカジーさんの今日の夜ご飯？うん、そば。あれ、マカジーさん今日お昼中華のお弁当言った。あ、ほんまや。あ、そうなん？じゃあ日本食に行こう。何してんのこの子。何したこの子。何した、言えないけど、うん、こっちバカだわ。何が？何にするの？やるご飯ってやつやで。うん、せやな。あ、食べたって中華丼。あ、お昼美味しかったかな。いや、美味しかったかな。今日はお好み焼きの人いる。たこ焼きでいいよ、たこ焼き。ジョジョ円弁当。焼肉は焼肉。焼肉食べたい。食べたいな。お寿司食べたい。お寿司でもコーナー見たいで。ほんまやな。コーナー見せたいのに。ほんまこれすごいよ。なんかマミちゃんのは痛々しいから掘られてる、掘られてる、穴開いてるタイプのやつ、うん、私のはちょっと穴開いたらさ、一気にさ、やけどみたいな。下で触りたくなるよな。ダメだよそれ。下やから、下やから喋られ、触られ。ドアップ光がすごいんだよな。牛タン食べるって。えー、めっちゃいいね。すごい。みんなカタカナ言わせようとしすぎやで。すごい白飛びしてるわ。こんなに思いっきり噛んで、めっちゃ痛いから。それ一回やったことあんねん。めっちゃ痛いよな。好きなお寿司の、うん、あの
やつは。こんばんは、通りすがりの者です。お星様を集めています。失礼し、こんばんは、こんばんは。星集めに私たちのところを見に来てくれたんだって。え、でもさ、ポイント1、10、100、1000万、100万ポイントさえって2位と。え、2位と、え、1位とやろ。1位と、1位と。びっくりした、やめてよ、ごめん。え、100万ポイント、まあ、まあ、でも、まあ、楽しくいこう。え、なんやっけ、何の話してたっけ。お寿司のネタ。あ、そう、アンビリーバブーって言っちゃった。え、それって日本語じゃないの。絶対なんなの。え、それはアウトなの。分からへん。分からん。種って言った方がいいじゃん。お寿司の種。種。え、45万やって。おわ、あ、これや。はじめましてかな、広島に住んでるよ。これちゃうちゃう。あ、そんまや、ごめん、みんなのこと紛らわししちゃった。紛らわしし。はじめましてかな、広島に住んでるよ。おめでとう。おめでとう。じゃけーでしょ、広島って。あ、一回ギフト読んでみる。今からはちょっとなしな。あ、そうやね、今からはちょっとこれ読むのは、うん、ハーフタイム。すぐ言うやん。出しとくな。マロさん、ありがとう。ありがとう。純白さん、ありがとう。マッキンさん、ありがとう。純白さんもいっぱい、マッキンさんもありがとうございます。やったー。まさきさん、ありがとう。一文字眉毛さん、ありがとう。ブルドックさん、ありがとう。ドーナツさん、ありがとう。ありがとう。チキさん、ありがとう。ヤマちゃん、ありがとう。山ちゃん、だるまめちゃくちゃありがとう。めちゃくちゃありがとう。めちゃくちゃありがとう。はるまささん、ハートもめちゃくちゃありがとう。めっちゃいい匂いすんで、るちゃん。ありがとう。え、なんでさ、うちの匂い嗅いで、そっちの匂い嗅いで、いい匂いすんで、るちゃんって言うの。いや、なんか、この匂いがする、誰がこの匂いなんだろうなと思う。やめてよ、癖みたいなさ。やめてくれ。君にもらった香水つけてんねん。マッキンさん、ありがとう。シャンプーで消えちゃう。ブルダックさん、ありがとう。まさきさん、ありがとう。中地さん、ありがとう。まさきさん、くまちゃん、ありがとう。くまちゃん、くまちゃん、純白さん、ありがとう。中地さん、ハートありがとう。ナイさん、ありがとう。ナイさん、いっぱいやで。ありがとう。ゆかりさん、ありがとう。純白さん、ありがとう。ミニライオンさん、ハートありがとう。マッキンさん、ありがとう。ありがとう。ホアンさん、ありがとう。ヤマちゃんさん、だるまありがとう。ゆかりさん、ありがとう。ミニライオンさん、ありがとう。マッキーさん、ありがとうございます。はい、ヤマちゃんさん、ハートありがとう。こんな感じです。たくさんやん。たくさんですよ。終了。ありがとう。これ終了。せやな。はい。どんな話しようかな。1370人が見ている。まみちゃんとこのさ、うん、あの愛犬誕生日やったな。そう。あ、ほんまや。おめでとう、大好き。本当に大好き。いいねした、さっき。大好き。可愛い。可愛い。いいなして、いいね、いいね。いいな。いいなした。いいなした、さっき。いいねされた。あれに。可愛いな。あのあれにな。メッセージ、メッセージツーラブリ、そう。だってコナンの名前やもん。違うな。何アプリってもう書いてる。くそー言っちゃった。二人してなんなやみ、これ多分ね、弱いんやな。やみって言うなや。え、だってそれ指摘するときはよくない。2個と一緒に、それ間違えたことを指摘するの、うん、メッセージ言うだれ。うん、そうだな、ね、そうだな、ね、無理やん、海外に染色されてる。だるま来たー。イエーイ。いや、じゃあ、でもめっちゃ可愛いで、12歳。12歳？うん。おじいちゃん、おじいちゃん。可愛いな。やっぱ動物いいよな。動物好き、動物大好き。大好き。いいの、猫飼いたいな。猫も好き。可愛いよ。猫可愛い。足短い猫飼いたい。かわいいな。うん。あと耳垂れてる猫。かわいいな。白い猫飼いたい。かわいいな。あの、もずくみたいな猫も好きやけど。真っ黒？うん。ちょっと、なんか、灰色がいい、灰色。白いお屋敷にいそうな猫。ああ、飼いたい。あの、やーちゃん家に遊びに来る。うん。わかるわかる。え、白と灰色の足短くて耳垂れてる。足短いの。え、それもうちんちの
近所の猫やで。え、もうあのあれそのまま白と灰色と耳垂れてて、それがいい、足短いな、それがいい、ほらほらほら今みたいに何回も言うやんな。あ、ほんま。そのみさ、これ癖がね絶対。それがいい、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 ずっと言う。同じこと何回も言う癖があるんですよ。この前もめっちゃおもろかったよな、帰り道。年末か。うん、年末。年末の車の中で、帰り道。何かあったっけ？あれやん、年越しの帰り道。なんかそんなおもろいことあった？この前にしたなんか。ゆいは何回も同じこと言うよっていう話。あ、それその日やっけ？うん。あっという間やな。あっという間やな。もう1月も9日だったんで。な。え？本当だね。大変だ。もみちゃんもうせへんの？動物の森。しないね。なんで？なんで？やろう。新しい動物入ったね。うん。なんか携帯変えてからそれすら入れてない。なんで？やろうよ。でもあれはしてるで、連携。やって。なんで？もうだって低いんやもん。今からでも全然できる。疲れた。もうお正月のもの。じゃママがすごいんや。終わったな。いやマジでのみちゃんのママとお友達やけど。ママってアウトじゃない？アウトかな？アウトじゃん。お母様が母上すごいよ。え、マジで、アミちゃんの母すごい。どういうこと？え、友達やねんけど、やばい。うん。紹介して。もう、すごいよ。でも、いつも、あの場所にいいねしに行くと、うん、いいね返してくれる。やった？うん、母上。え、どんなの？マミ母。すごい。もう、結構、やり込んでるな。やり込んでる人の場所って感じ。そう。マミと違ってな。マミ熱しやすく冷めやすいねんけど、ママは熱して熱する。熱して熱する。そう。皆様のおすすめの化粧道具は？口紅。もっとさ、真面目に答えてあげてよ。下地かな、これ2回目でもさ、それ聞いてきたの男性やで。そう絶対、いや分かっとるんやなと思いながら。あ、そういうことね。うん。何やろうな、目に黒い線を引くやつ。あ、でもそれするだけで変わるよね。それするだけで目がくっきりなるよね。って感じ。あとまつげ大事。まつげ大事。まつげ大事だな。まつげ大事。まつげつけたい。あとこう血色大事。ああね。頬紅ね。頬紅。頬紅か口紅どっちかでね。やっぱ血色は。頬紅ね。つけないと。まあ頬紅は基本的に薄いタイプやな。なあ。うん。私も頬紅はもうつけないタイプ。632人だ。ありがとうございます。ありがとう。ふみちゃん方便に結構行く人よね。そうなのよね。加減が分かんないね。バカみたいにつけちゃうのね。私とセナとミスナズも薄い方かな。うん。基本的にね。うん、そうか。なんかあったらつけたくなるよね。分かる分かる。でていていって。だからもうあったらつけたくなるから基本的に薄い色のものを。最近練り系やわ。練り方便に。せやな。あ、何誰が言ったの？ん、今言っていい？浦和さんがタイプいったでって。何それ？あれ、なん、あ、薄いタイプ。え、どっちが言ったの？私？どっちが言ったん？マミ？わし？聞いてみよう。どっちが言ったん？誰が言ったん？誰が言ったん？私とセナ。え、嘘、マジで？つけたくな。え、嘘、うち言った？言ったんだわ。あ、多分塗らないタイプとって言った。なるほどね。言った。あれ、やってくれた？やったよ。マジか。気づかんわ。気づかなかったわ。2回目と50終了完了。ありがとうございます。
三味のおすすめの曲を教えてください。うん、頬にチューしてもっとあるやん、タイトル。頬にキスしてが好き。うん、そうやな、みみちゃんずっと。あ、でもそう言ったらこの人仕掛けてきたから多分今。うん、あのね、タイトルやったら言うてまうもんな。まあそれをひねって言ってみる。え、月夜の愛してるとか月夜の愛してるとかってことそう、みんな今言ったやつちゃんと正しいやつみんなここに書き込んでな。あ、そうね、メンバーが言ったやつを、え、誰か言ったの。あ、マミは絶対。マミ誰誰誰。あ、私は絶対言ったわ、言った多分あ、え、うち、セナちゃんやなマジか、全然分からん、言ったのか言ってないのか。あ、これこれもやえ、なになになに、いつ言った。メンバーが言ったやつ書き込んでみちゃうもうダメだもう。え、なんなん、ヒヤちゃんのおすすめの曲何。なんやろな、それな、いっぱいあるけど今の気分でいいじゃん。うん、じゃあ今の気分は始まりの音楽ありそう。いいね、好き好き、うん、好き。今の気分はそれかな、純情人形純情人形、純情人形ね。うん、声が好き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 、風の蜃気楼いや、三味のさ曲のタイトル、うん、あおいおい、待って、ここに来てヤーちゃんを抜かすっていう、嘘、言った回数やばいやばい、油断してる。あの三名の曲の名前ってさ何々のの後にさ横文字多くない。あ、多い多いよね。始まりの音楽とかとか漢字と横文字が組み合わせてるの多いよね。基本難しい、たまたまなんやるけどえ、まみちゃんの今の気分は。気分は今の、え、もう頬にチューして痛くない。うん、まあ、正しく頬に接吻してやけどそうやな、日本語で。あれにするわ、じゃあ木漏れ字、木漏れ字ナチュラルにさコモレビとダイダイ色のみかん色もね、コモレジやばい、コモレジ、コモレジ、コモレジからのこれな、はじめまして、はじめまして、めっちゃん、サンミューです。サンミューだよ。サンミューです。横文字ダメゲーム、あ横文字ダメな戦いやってます、企画やってますえ、嘘だろ、追いついたんだけど。うらま、ん、最後の孤独最後の孤独、真夏の交響曲交響曲桜井約束真夏のはぁ、面白い青い季節はそのままだもんね口に入れちゃおう。はぁな感じですね、うん、好きな歌です。はじめまして、はじめまして、なんかある？例えば？みんな例えば、どうかな、
ん、あ、三遊のやつ何単独公演に向けて単独公演の意気込み単独公2月25日のね、そうそう単独公演の意気込み意気込み、でもいやもうこれはね難しいね、これ1年ぶりのさ、うん、ほら生演奏だから気合が入ってる、結構激しめやもんね。三味の曲ってさ、うん、こう結構楽器映えする曲ばっかりだからさ、うんうん、すごい楽しみ。曲順も自分たちでちょっとね、決めちゃうのこの間。決定権は分かるんだけど、じゃあ案を出して。その時めっちゃ楽しかったわ。楽しかったね。ここはこれがいい。この曲から始まったらなんちゃかんちゃかみたいな。っていう話をしたり。いや楽しみです本当に。本当に楽しみ。もうこの日のために生きてる。うん。じゃあ飲み込んだ。楽しみやね。なんかあるかな。コペ。何それ。ああそうなんだ、見に行ってるのがね。ああなるほどね。あれ、あでもあれ名前やからいいのか。チョーベラさん、チョーベラさん、チョーベラさんの中の行きたかったの私も。レオちゃん聞いてる。ん？最近見たい映画ある。何？うん、あ前もあるかも。日本語の仕方が日本語の話し方がわからん。なんてやつ？どういう系？なんちゃかかんちゃか急行殺人事件。なんだっけそれ？あ、外国のやつ？イエス。それの日本語の話し方がわからへん。何言った？え？言っていい？イエス言うだよ。英語やん、もうそれ。普通に英語やん。アウトやんって言っちゃった。あ、そうそう、それそれ。何？ねそれ。ああね。それそれ、みんなが打ってくれてるやつ。映画館で見ながら食べる派、絶対食べない。え、でも、じゃあ絶対食べたくない。飲み物飲むだけ。飲み物は絶対飲む。人に合わせる。食べ物は食べないな。食べない。だって気になるもんだって。基本的に食べたくない。映画館でさ、うん、なんか食べるものってさ、うん、すごいさ、音が鳴るな。そうなんだよな。しかも映画によってはさ、うん、それが嫌がって食べれるやつとかないやん。うん、無理なやつとかあるやん。なんかすごい真剣なドラマ。あ全然。それ言いたいわけじゃないのに、ただ言葉を間違えた映画だ。真剣な映画の時ってあるやん、うん、なんか深刻な感じ、うん、あの時に弾けたトウモロコシのさ、うん、あ、トウモロコシの弾けたトウモロコシのさ、うん、お菓子さ、うん、結構うるさない。うるさいんだよ結構ね。大事なさシーンでさ大事な場面の時にさあれやられるとちょっと、え、自分のところに書いた、めっちゃそう。え、何が今の英語の字が書いた。あ、そうね、びっくりした。くっそー、結構多くなってきたね。うん、結構言ってるのは言われてる。そう、慣れてきた頃にね、すごい言っちゃう。でもあんまり真剣な感じの映画は見えへんかも。え、ほんと？面白い系？うん、激しい。うん、でもわかる。激しめのやつか、うん、怖いやつか、うん、ちょっとね、うん、面白いやつ見る。
そういうやつしか見ない。それは一回まみちゃんと見に行って失敗したから見れない、もう映画館では。恋愛系か。うん、恋愛系はあんまり見ない。やっぱさ展開がさ見えるじゃん、うん、恋愛って。あ、そう、なんか2時間で収めるためにはさ凝縮やからさ、そう、ちょっと展開が早いんだよね。絶対そんなすぐにそんなあの仲良くならんよみたいな、うん、でも恋空、うん、結構前やけど、あれ前めっちゃいい、あれはやばい、あれはめちゃくちゃ泣く、めっちゃ泣くわ。何回見たんやろっていうぐらい見たかも。あれは泣く、あれは泣いちゃうね。悲しい、あれはやばいな。いっぱいハート来てる。でもそれってなんて言ったらいいんやろ、はい、心なんか心臓なんて言ったらいいんやろ。あーやばい、一歩進んだ。はい、やば、うん、まや、やゆちゃん一歩進んでしまった。今これなんの歌詞なん、これうちの生誕祭の時。あクマ飛んできた。嘘嘘、どなた、まさきさん、イエー、ありがとう。今は18時46分です。ありがとう。この後クマ、ほみちゃんがここ持ったら前に滑った。クマ、えい、この後も配信ありますよ。9時頃から。9時頃。あ、そうやん、バッツ決めない。何時にする、何分。あ、いいよ、ややちゃんに決めさせてあげる。55。粘るね、シャートやん、粘るね。55。なんか笑ってる。怖っ、怖っ。何で笑ってんの、それ。なんかちょうだい。何がいいかな。あ、憧れている人はいますか。もうちょっと。なりたい顔はある。芸能界いなくなっちゃった。なりたい顔。誰武井絵美さんか沢尻エリカさん。ああ、いいね。何まきちゃんになりたい顔。何まきちゃん。何をきっかけに好きになったの？あれ。どれ？画面の向こうにいたやつ。どれ？これさ言ったら全部それやからな。あ、どういうところが、どういうところが、うん、なんか可愛いも綺麗も兼ね揃えてる、兼ね備えてるやん、わかる。可愛いところもあれば、あ、大人みたいな、お美しい、そう、ね、どっちもどっちも。でも美しい方が多いよ。美しいよりやな、うん、そうなの、うん、確かに。どっちかっていうとちょっとちゃうんやけどな。セナは？え、言うたやん。うん、あれ、え、どんなところがって。ああ、どんなところ、うん、でもそもそも顔が好み。うん、可愛くね。可愛い、可愛い。え、なんか綺麗系が好きな。中学生の時のすっぴんの時、うん、よく武井絵美ちゃんに似てるって言われてたやん。うん、知らん人にも言われたことあるんだけど、顔街で。うん、なんで、嬉しいよ、嬉しかった。似てるって言われたことある人か。何に似てるって言われたの。今はもう似てないわ。翼ちゃん全然分からんけど、でも目が違うな。目がだから髪の毛短かった時の方がめっちゃ言われてた。いや、今でもたまに思うって。嘘やん。嘘やん。嬉しいんだけど。ゆみちゃんは？あ、ほんま。何の質問それ？
憧れてる人はいますか？水原希子さん。え？むか、え？昔映画見てたら小学生ぐらいのセニョンが出てきそうだ。あれちゃん。奇跡か。奇跡だね。奇跡ってやつ。水原希子さんね、わかる、かっこいい、かっこいい、かっこいい、確かに好きそう、本当にかっこいいと思う、めっちゃ好きそう、確かに好き、マミー好きそうだな、誰が好きなんやろ、ちょっとあれやな、ちょっと海外の血が入ったようなのがいい、うん、なるほどね、うん、キリッとしたタイプが好き、かっこいい、マミー一人しかおらんねんな、っていうかさ、うん、罰の罰は何すんの、何する、罰ジュースを持ってもらう結構お金のところ、じゃあモノマネにしよう、え、じゃあみんなに募集しよう、え、ジュースってあるの、あ、なし、あ、よっしゃあ、これとか、うん、あこれ言っていいん、これは、うん、いいんじゃない、おでこ、おでこをピンするやつ、おでこをピンするやつ、一応痛いやん、それ、あ、二人からおでこピン、あ、なるほどね、大丈夫、なんか突起物ついてない、危ない、危ない、でも、でもちっちゃめのパールやつ、あ、ついたちっちゃめのって言ってちっちゃめの、ちっちゃめの言ったわ、真珠、真珠、ちっちゃめの真珠、まあ変えたらな、マジかよ、みんな一緒やで、めっちゃおもろいねんけど、萌え萌えのやつにしようや、これに向かって、あと3分やって誰か決めてくれるの、セリフ決めてくれるならいいよ、でも早めにしてもらわんとね、何でもいいけどな、今は何分？ 52 分か、ランキング読む？グーパンチ、いや、いかつい、ギフト？ランキング読む？はい、今からはあれね、1位、まさきさん、うわわわわ、ちょっとそれ見よう、なになに、くま来た、くま、くま、ジョコさん、ジョコヨンさん、やった、くま、ありがとう、ありがとう、じゃあポン、1位、まさきさん、はい、ありがとう、2位、山ちゃんさん、ありがとう、3位、ピッコロ Z さん、ありがとう、4位、マッキーさん、ありがとう、5位、一文字眉毛さん、ありがとう、6位、丸尾さん、ありがとうございます。で、ゆかりんさん、7位、ありがとうございます。8位、ブルドックさん、ありがとう。ありがとう。9位、中地さん、ありがとう。10位、ライさん、ありがとうございます。11位、春正さん、ありがとう。12位、赤パンダさん、ありがとうございます。そして13位、ミグ21フィスジョさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうみんな、ありがとう、続きはありがとう、どうするんこれね、ちょっと今なんだこんな感じになってます、全員同じ、うん、どうしようね、まあでもまだあとあるけど、今これ見たい、こいつ出る、もう全員やったよ、いやえ、全員っていうのめっちゃ多いんやけど、いや全員おでこ、やるちゃんのそれ痛いもん絶対、でも私突起物ないから、これはここでせんかったら痛そう、なにこれ全員なの、全員アウトやって、じゃあ一人やだ一周な、
一発ずつね。怖い、はい、終了です。怖い、無理。じゃあ、カタカナ大好き。カタカナ大好き、意外してる。マジ怖い、無理。ポッケの足が伸びてるね。マジ怖い、無理。いやいや、最初の、え、どういうこと、じゃんけんしてどうすんの。買った人から時計回り。あ、はい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 、これでしょ、あれこれでしょ、あれこれでしょ、あれこれでしょ。結局さ、じゃんけん、あ、はい、はい、はい、そうやな。結局そうやんな。いいよ、いいよ、出していいよ。あ、怖い。あ、する方やんか。うん。突起物が。これ痛いんだな、これ。え、でも、デコピン下手くそやねん。いいよ。痛っ、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 ごめん。突起物、コンって言った。え、それから終わったの？だって、全部ついてるやもん。これどういうこと？え、まみちゃんがセナリス。やーべー！待って、やっぱ無理、やっぱ無理。目つぶって、目つぶって。やっぱ無理。目つぶって。目つぶらないから、もう早くして。早くして。やるな、やるな、やるな、早くして。やるな。絶対言わない、痛くなかった。はい、怖い。やだ、楽しんでいただけたでしょうか。56分です、うん、ありがとうございます。ベイさ、この後はもうこれ今からもう片方だけ、この後は21時からまたショールーム配信しますので、はい、次が最後のショールーム配信となります。1位まで44,464ポイントもありますが。めっちゃ読むやん、細かく。ありますけども、ありますキードロロって頑張って調査を縮めたいと思いますよ。まあ楽しく最後までできればなと思います。頑張っていきましょう。最後は全員です。はい、皆さんよろしくね。頑張っていきましょう。頑張ってゴー、頑張ろうね。頑張ってゴー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 。プロプロ出てんな、ほら、にっこ。It's my face。 やるのやるの。右見てない、左見てない、上見てアップ、下見てダウン。 It's my face。 知ってる人おるかな。あ、58分乗ったからそろそろやな、ね、じゃあ、その言葉をまみちゃん。では、この後21時から最後の最後の最後の回があります。ここまでみんなで交代交代でやってきましたが、最後は最後は全員での配信となりますので、ぜひお見逃しなく。それではありがとうございました。この後21時です。せーの、10、9、すごい、スペースがすごいな、自分の。